はい、どうもこんにちは。世界一になってしまったニテラです。よろしくお願いします。はい、で今日もね、質問ありがたく来てるんで、紹介していきます。これボーン。はい、で今日ね、TikTok、 YouTube のモデレーターに簡単になれる方法は何ですかと、ナイスな質問でございます。お答えしましょう。簡単になれる方法、それはもう一言で言いますね。一言で、信頼です。信頼。はいね、ちょっとあんまり聞き覚えのない言葉かもしれないですけど、信頼大事なんですよね。友達とかもさ、すぐ自分のね、僕が秘密を打ち明けてすぐバラす友達、信頼ないですよね。はい、あとね、人の家に来て勝手に冷蔵庫を開けて勝手に物を食うやつ、信頼ないですよね。はい、っていう、まあ非常識も含めて、まあ、そういう信頼関係って大事になるんで、それを、早めにね構築してくれた方はね、僕のモデレーターになりやすいです。っていうか、まあどこのモデレーターにもなりやすいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、人はなるべく裏切らない方がいいと思います。はい、まあね、暴露チャンネルとか結構流行ってますけどもね、あれはあまりバズるにはバズるかもしれないんですけど、その分同じぐらいの恨みも買うんでね、ちょっとまあ注意した方がいいと客観的に思いました。はい、こんな感じ。じゃあね。